あーやっと届いたな。これ来た、幸せを運ぶ水晶玉。あー高かったもんな、これ通販で80万したからな。騙されたかな。いやいや、でも置いておくだけでなんか幸せになる言ったからな。雑誌の裏にもなんかこれで彼女ができましたとか大金持ちになりました言ったからな。すごいな、これほんまに置いておくだけでええんかな、幸せになれんのかな。どうしよう、まあ、こんなんしたりするよな。光った。え、あなたに幸運をもたらして差し上げましょう。うわ喋った、すごい、さすが80万した時あるな。あこれなんか効果ありそうやな、幸せになれるんちゃうか。はい、もしもし。おめでとうございます。以前送られました懸賞はがきが見事 B 賞に当選いたしました。うわすごい、早速効果あったやん。 ありがとうございます。 B 賞といたしまして、はい、分度器お送りします。いらんな分度器か、測るもんないしな。分度器は当たったか、まあまあまあ、でも当たったいうことは効果あるいうことやな。分度器、あよかった、すごいなこれ、早速効果あったやんか。あじゃあもうぼーっとしとこう。あれ、いや、うわ、あら4ちゃんと6ちゃん一緒の CM や。はい、すごいな、ずっと一緒。あらちっちゃいみかん入ってる。あサザエさん、ああもうエンディングか。さーて来週のサザエさんは、今日は波平ちゃうかな。波平です。当たった。来週もまた見てくださいね。じゃんけんぽん。わ勝った、しょぼいな、しょぼい幸せがさっきから。じゃんけん勝ったりみかんちっちゃかったりとか、そんなんええねん、80万もしとんねんこっちは。そんな幸せええねん。なんかほら水晶やったら占ったりできんのかいな俺のこと。あなたのことなら何でもわかります。占ってあげましょう。マジっすか。じゃあ僕の性格とかわかるんですか。見えます。あなたは三人兄弟の次男坊、名前は智則。当たってる。意外と気が短くおっちょこちょいなところがあります。わすごいな、当たってるやん。なんでや。じゃあ僕今30なんですけど、結婚する運命の人とはいつ出会うんですかね。運命の人は突然現れます。はい、あなたに七子、智則がいいのという言葉をかけた女性が運命の人です。え、覚えとかなあかんな。七子、智則がいいの。七子言ったら松島七子とか藤崎七子とか、うわ楽しみやなこれ。じゃあその七子さんとはどんな家庭を築いてるんですかね。とても明るい家庭が見えます。はい、長男はすごく元気です。次男は頭がよく、はい、三男は甘えん坊。うわなんかええな。あれれ48男が泣いてますよ。多いな48人も産んだか七子さん、そんなにいらんわ。あーでもちょっと楽しみやな、嬉しいな。せや、僕の仕事のこととか分かりますか。大勢の人の前に立つ仕事をしています。お当たってるやん。たくさんの人を笑顔にするお仕事です。すごいなこの水晶、俺が芸人やってるって分かってんねや。今日も 2,3 人が笑ってます。滑っとるやないか。ダダ滑りや 2,3 人やったら。滑ってるやんけ、腹立つわほんま。いやねんこれ。あわまた検証当たったんちゃうか。うわなんか当たったでこれ絶対。はい、あー4丁目の吉永やけど、はい、おにぎり弁当7つお願いします。あーすいません、間違い電話と思いますけども。あおにぎり全部海苔巻いといてね。あの弁当屋じゃないんでおかけ直しください。おにぎり7個とも海苔巻いといて。あのね間違ってるんですよ。だから7個とも海苔がいいの。いやだからもう間違ってるからね。7個とも海苔がいいの。いやいやこいつかい、間違えてよ、おばはんやんけこんなもん。七子とものりがいいのと七子とものりがいいの全然意味ちゃうがな。のりメインやこっちは。なんでこんなやつ48人も生まれなあかんねん。いやいやこんな青か。あもうええわそんな。僕の前世とか分かります。前世見えます。おあなたの前世は平安時代後期、お大きなお城の中に建てられた、うん、あなた専用の部屋の中で悠々と横たわっています。おーかっこええな。どんな武将にも流されることはなく、はい、あなたの放つオーラに誘われた、うわかっこええや、黄金色に輝く妖精のような金梅たちがあなたの周りを飛び回り、世のため人のため恋だめへと運ばれていきます。うんこやん
よう聞いた、うんこやんそれ。どんな部署にも流されることなくてへばりついたうんこやんそれ。うんこかい、腹立つわ。もうええわもうそんな前世とか。あ、じゃあ今日の運勢占ってください。今日あなたの人生を大きく左右する大切な分岐点が訪れます。え、マジで？2つの選択を迫られた時、必ずおすぎを選んでください。どうでもええわ。おすぎとピーク選んでもなんともならんわ。そんなもん何が分岐点や、人生の。合うか。ラブーンは振られた彼女に電話をするとまた愛が芽生える予感。ほんまかな。ちょっと騙されたので電話したろ。前の彼女はこれと。もしもし、ともくん、電話ずっと待ってたの。もう一度やり直そう。ほんまや。うん、やり直そう。私のこと好き？好きや。本当に好き？好きや。私とおすぎどっちが好き？おすぎ。今のでよかったんかお前。これ今合ってんのか。俺おすぎ選んだで。俺おすぎ選んだ今。ええねんな、今のでええねんな。絶対間違ってると思うねんけど、おすぎ選んだぞ俺。合ってんのかほんま、腹立つわ。そして思わぬ人からあっと驚くプレゼントが。陣内さん。はいはい。ペ・ヨンジュンさんから宅急便です。うそー。うわー、すごい、思わぬ人から来た。ありがとうございます。取りに行きます。すごいな、思わぬ人やな。驚くプレゼントって何やろ。しょうもな。しょうもな、ヨン様。ヨン様がしょうもないわ。もうこんないらんわ、こんなびっくり箱なんか。今日のラッキーアイテムはびっくり箱。今捨てたわ。ボロボロなっとるわ今、ラッキーアイテム俺の。そして今日、人生最大の幸運があなたに訪れます。ええわ、もうこんなん買わんでよかった。80万も出して売ったろ、連れに200万ぐらいで。腹立つわもう。やっぱりええことなかったな俺。腹立つわ。うわ、むっちゃ大きいの取れた。これかい。